ちの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったから。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。クラウドじゃない。すごいステージだったね。クラウド？クラウドさんですよね。クラウドさん。クラウドさん、あと一杯おごるから一杯だけ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。歩き方に注意。あんたはマダムマムとアニアン・クーニャンの推薦状を持ってるの。入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。ガスだ。え？え？一度出るぞ。くそ。クラウド。おらら、どうされました。体調が優れませんか。いけませんね。ステージまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの。足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。え、やってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。分かってんの。いや、今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか。あ、ティファ。はい。無事か。うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる、その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。
ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。よし、娘ども、ここに整列。はあ、うん、うん、見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よーし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。ほひー、いいの、いいの。どの女子にしようかな。ほひー、ほひー。お前にしようかな。それともお前かな。ホッキー、決めた、決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の。努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返り必死やってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわっ、おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、これ。お前どっち。俺どっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。おひー、よく見ると可愛いの。寄るな。おひー、これは進路線、たまらん。これは何だ。気にしない、気にしない。ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。ああ、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。
感謝の心を忘れんないよ。いや、コルネオ様、万歳。だってお嬢さんが準備はいいかい？準備？それならいつでも。ティファどう？うん、4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。クム野郎、待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してあげる。あとは何とかするからうまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ急ごう。コルネオの部屋だよね。おひー、待った、たまらん。いただきまーす。おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おひ、おほほほほ。うん、ああ、男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ、シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューン、ドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺に乗るってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。
勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドー。